僕あ、土地が分かる。ああ、分かったな。どこ俺この部屋から来た。嘘つきや。嘘つきだろ。よけど、その覚悟が一番正しいですね。基本的に。じゃあ。さあ、それでは、本日も、毎度おなじみ、シブロクロケスタートです。今日は、JR 天満駅。あっちやる手前駅手前駅です。そしてあの釈放された金城明さんようやく合流したんで一緒に撮ります。おサップです。よろしくお願いします。サップさんはねこの前京橋の渋六ロケドタキャンしてるから留置所で、そうそう行けなかった。だからあの今日はみそぎでロケ中ずっと四つん這いロケします。約1年ぶり、1年ぶり言い過ぎですね。前に知らんやったかな。前半年。いやでもあのほら南ぶらりとかしてるから9月とかに。うん、久しぶりの。あんなもあれおじさんも。本腰シブロックですね。本腰シブロック今日は行くで2泊3日シブロックツアーやります。今度82キロになったよ。9キロ90キロやったな。89。ああちょっともうこっち行こうか。天満なんか俺初めて来たわ。あ、そうなん、あ、来たことあるけどなんか来たこと、なんか回ったことなんか今日はこれ行くで東洋省東洋省ちょっと値段上がってますもん。あ、そうなん3000やと西日本最大級撮影券付け撮影できるんじゃん。いや、これそういう撮影じゃない。あのポラ自分たちが記念品や。あ、そういうことか。さすがに YouTube だしょ、これぼかしつけるだけで。まあまあ来ることないですか。いや初めてかも、うん、俺もちゃんとあれするの初めてやろ。なんか昔聖堂会館は行ったことがあるんやか。あ、そうなの。何に。いや練習からスポンサーなれへん。違う違う違う。それブラックジョークスポンサーなれへん。すいません。それあ、あれ欲しい。はい、欲しい。あれ、あれこれ仕込んでるやん。仕込んでないですよ。え、仕込んでないですよ。俺知らんで逮捕しちゃう。お前やったら。いや違ってないですよ。お前一服持ってきません。ごめんなさい、ごめんなさい。お前やったやってないです。やってない。お尻みたいな下にハンディステッカー貼ってやってない。何やろ。撮影カメラとか入ってなんか 2,3 件ちょんちょんで入っていっぱいずつみたいな。なんかさっきみそぎで滝行ってなかった。何なんすか。滝とか行くよ。滝行こう。滝行こうや。こんにちは。ちょっと回るんちゃう。滝行こうや。滝行こう。あれ、お前言うてて、前言うてて話しとってんな。ミノーの滝行こうや。それ、行するとこ行できへん。ただの滝行こうや。あれ、すごいな。あれ、入ったら、入ったら、そこは捕まります。猿と戦いやから。絶対おもろい。猿さん、もうミノーおれへんらしいです。あ、そうなの。うん。もうマジで10年以上前まで猿が消えて。急に、マジで。奥の方に入っておるんちゃう。いや、全然おれへんです、猿。お前でもね。これ結構なんか人も少ないし、グダグダになるかな。いや、けど平日の割に多いと思います。ああ、そうだよ。だって月曜日やね。そう。月曜の昼やでしょ。じゃあ。じゃあ。すいません。あれ、すいません。はい。
はい、チーズ。はい、どうもありがとうございます。早ないですか、大丈夫ですか。はい、どうも。はい、どうも。はい、お願いします。すいません。応援してます。頑張ってください。応援します。お前もなっていう、なんかお前の方こそな、うん、そういう一個欲しいですね、出たお前がな、うん、やったの。いや、ほんまやってない。さっきのお尻の人にやったの。持ったな、天満でけど。ここの田中さんとかね。これも。その田中さん。いや、あの月とすっぽんの。ああ。あのここまで。グラジェの。そうそうそう。スポあのあこれナップなら。両太さんいいですよ。あ、そうなの。このまま送ります。TV の帰り。あいつ日本じゃないの。こっち引っ越してきたみたいな。あ、そう。なんかけど、違和感あるっすね、二人天満。天満な、なんか天満が全然分からへんからな。天満っぽくない。はい、何っぽい。西天満。西成。おい、西成が西成人だけ。鶴見橋って感じ。それ食われとる。西成に丸まみされてる。気候もちょうどいいし。なちょうどいい。あ、これサップさんいなかったら多分サップ、そう、サップさんって、うん、サップさんいけるよな。さすがに抑えられてるとやんないと。ただ抑えられてる。今回は、いや普通に来たから。今回なんか結構良かったよ。担当の人が結構良かった。担当の人がいいとか悪いとかあんねん。昔お世話になった担当はいなかった。あれ偉いさんの気持ち。偉いさん、こっち行ってみる。こっち一番の方見に行ってみる。その話を聞きたい人もいっぱいいてるでしょうね。うん、それは取りますよ、もちろん。あとでちょっと別撮りで。この肉とか。まあ、その肉やな。一番も入ってきますか。一番入ってみる。あ、ここ、あ、来たことある。すげえ、俺初めてやろ。知り合いの1回だろ。あ、そうなの。坂の指で押し返ろう、言うて。大怪我した。降りてなかったら救急車。いや、あれだ。ちょっとなんか痩せ我慢してたっすもんね。そう。電話もすっごい覚えてる。よう覚えてんな。すごいな。人の失敗だけはきっちり覚えてる男やな。ここもちょっとインスタ映えのあれで流行ってますよね。お前ちょっと電気つけてもらってや。すごいな。え、うちももらえるかな、ちょうちゃん。シュークやもん。ええ、ナンパはシラフで、これ天満一番ですね。ここ写真撮りましょうか。みんなめっちゃ早いね。全然止まってくれへんね。この携帯いらん。あ、これでいきます。いい感じです。すごい、初めて聞いたわ。ちょっと食べ歩きしたいですね。食べ歩きしたい。セブンイレブンいい。これ、いえいえ、
フランクフルトとか食べてても何の見応えもない。こっち行きましょうか。あ、なんかありますよ。店入ります。なんか大手でやってるのもいいね。来たことあるかなと思った。全然来たことなかった。これどっちから来た？こう、俺はこう。こっち、こうい、こっち、こう行って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 、こう行ったらいいんだよ。盛り上げてんじゃん。あるよな。こことか来てないですか、お風呂。あ、ここ一回来たよ。一緒に来たよ。いや、僕来てないです。お風呂好き以来。ってことはあるじゃないの。ストリップがなんかあるところじゃない。ストリップそれ左です。東洋省って書いてある。巻いてみます。あ、お前あれ、あ、見に行く、見に行く。あれあれ、あれ。俺一回来たよ。誰来たの？切ったんだな。あ、そうそう、聖堂会館に、俺グラップリングの試合でんのに、あの、MMA の授業あるから、柔術の。その時練習行くのに、終わった後ここでお風呂入りに行ってたわ。練習行ってたんですか？練習2回行った。2回行ったよ、ちゃんと。湊屋先生が、よかった、アンディも入れようと。タババさん、タババさんでしょ。タババ戦の時やな。タババ戦そうそう。タババさん強かったですね。弱かった。弱い。めっちゃ弱い。マネーファイト20万ぐらい持って帰ってたでしょ。いや、38万円。あ、そう、マネーファイト出とったな。38万円。すごいよ。弱い。いつも買ってこい。38番でどの今の格闘家でいうとどの回レベルでもらってる金額ですか？スポンサー別としてあれちゃう、ファイトマネーで、ファイトマネーで日本チャンピオンクラスちゃうの、ボクシングとか。ちなみにここはどういう商品です？あ、これ入ってる、もう歴史あるみたいですね。それでは本日も、いやいや結構有名な女優さんとか来てるんです。いや、そうなんだ。あ、外国人も行けるんですね。英語メニューですね。そう。あ、あれ AV 女優だ。書いてる。そうだ、ね、現役セクシー女優が送る魅惑の正体。なんでセクシー女優って言うとあかんのかな。あるやん。あ、ダメなんすか。いや、わかるやん。セクシー女優って言うやん。今セクシー女優じゃない。 AV がダメなんすか。でも今 AV って書いてたし。いや、 AV って書いた。俺はセクシー女優って言うたら AV 女優って書いてた。お、カレー屋さんあります。玄米カレーだ。これ米のカレー行きたい。太るから食べ過ぎてまうから。好きやけど好きすぎて、もう嫌いっていうところにわざと区分けしてる自分の心の中で。恋愛と一緒っすね。そうそうそう。好きすぎたらあかんから。どういうこと？いや、もう分かる。何も。でもあれやな、前回西成日のロケの時はキャラがおもろいやん。そうですね。その周りにあるやん。西成や、あれコメント数もコメントと再生回数もすごかったですよ。あ、そう。西成って100回いっても100回おもろさやけど。いや、じゃあほんまですね。いろんなやつおるから。で、あの最後の絡んできたオカマが良かった。 あれだ。壁、壁ね、壁ね。お前あれも仕込みや。いや、目本気やったんで。彼変な仕込んでくんだよ。最後の最後まで聞こえたやろな。あいつが一番持ってた。いや、でも俺の方に始めたから。違う、来たんじゃん、お前が行ったんや。お前何、俺の方がモテるよ、こっち。小川商店もよくあるよ。結構あります。あ、見えるな。なんか買い食いできるやつがいいな。買い食いできるやつは顔や。ちなみに僕、実家の家業は包材屋です。ほら、ただやん。よかったやん。安なるやん。原価下げれるやん。包材マジで高い。
俺行ってきてもらおうや。いや、実家から。いや、絶対行かず。結構けど自転車空いてる人多いです。いや、さっきからやで、もう追われてるよな。もう市場からずっとやで、もうガンガン雲も前からなんかいい抜け道なんかもしれないですね。ジンギス寒かったな、北海道の。やっぱり、うん、あれあれ飲んだスープカレー。スープカレーいった。どう、うまかった。うまい。スープカレーはもう飲んだってな。北海道スープカレーですよね。でも、あのアビコにあるスープカレーの店知らない。北海道発祥の店で、大阪に1店舗だけあるマジックスパイスしか知らない。アビコ、あマジックスパイス、まあ、あそこしか知らない。アビコにスープカレーの店あるやん。スープカレーは行かへんやん。一回行きたい。でもそこはめちゃくちゃ美味しいねんけど、北海道で言うたら別に波の店でもめっちゃ美味しい。それ実際しょうもない店やって優先やってないから。つまらん店やったら、つまらん店探すもん。あ、いいじゃないですか。これ どこ行っても変わってるな。チャリだ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 。専門店。今専門店。うち教師か。うん。ここでお茶でもいいけど。なんかパジャマとかどうですか。ここな。なんかあの敵屋行ったらええじゃん。造幣局。発作からトーリングやってんじゃん。そっちのがめっちゃ遠い。あ、そうなの。うん。俺近いもんとった。めっちゃ遠い。敵屋のやつが絶対絡まれるから。お前。これ取れだから、ほんでおもろい商品売ってるやん。それこれなんやで、ボケれるやんって。これ、どうなんだろう。それなんで今なの。今、これでやってみやみたいなやつがあったらええな。思い出した。こっからゾイめっちゃ遠い。遠いこれけど、いいエースね。A 的にいいやな。A はめっちゃいい。この屋台系。はい、おもろい商品やったら絶対あるんで、やっぱ車で10分ぐらい。車で10分ぐらい。で、そこらの客層も、いいやで、店員でも多分知ってるやつが多いそうです。この世代して若いです。これで行く？ちゃんと移動しよう。写真撮りますよ。それで行こうや。はい、サンペナ。3人やから、サンペナ。いいっすね。いいっすか。3人やから3ペナ。いいっすか。申し訳ない。トップか。3ペナ。いえいえ。それめっちゃ今のもう一回です。インカムしてます。あ、いい写真。伸びやか。すいません。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。サンペナ。サンペナとか。アンディさん、おるな。アンディさん。待ってね。サップ西成の写真撮らさ、サンペナで。それ待ってみたら、それがおもろかった。僕はおもろかった。俺に撮らさる。ご恩ですけどね。これだった。じゃあ看板出ないよ。仕込みしてます。10分ぐらいでパッと行ってもらおうよ。そっちは若干取れたからあるWhat about you?
ルみたいな、ほんま渋ろ、あのゴブゴブのロケみたいですよね。敵あっちゃん、そのゴブゴブを見たことないわ。あ、そうなん。けどこれ敵やの。ほら来た。ほら入ってんじゃん。いやこれでもゴミ拾い下見しな呼んでこらんな。お前あいつの得意分野すごい。見えよ。来たな。あれ敵やろ、いっぱいあるのやろ。なんでこれ。けどなんか敵が出てる感じないっすよね。そういうけど終わった多分出てきたんだよ。グーグっても出てきたんだよ。大阪城に大阪城から僕飛んできたんだよ。間違いない。怖くなるやつ。